どうもー、松本山雄士の田中丸です。緑と青見にくいでこれ、はい、来たどん終わろうと思うけど、もう一回やろうかな。来るよ。はい、来たどん、またフロンターレどん、またフロンターレどんです。はい、こちらこんな感じですね。はい、こちらこんな感じで、はい、相手はね、はい、バケモン強い、ありがとう、バケモン強いです。バケモン強いけど、やっぱりね、ここで勝つことによって J2 リーグをちょっとね、余裕持って戦いたい。フロンターレに勝って J1 で負けてないんで、このチームに勝てたら J2 リーグまだ余裕持って戦える。プレイスタイルは全然ちゃうけど、相手のね。はい、ということで、もう始まってるわ、相手、結果しよう。はい、どうも。はい、相手、余裕。はい、はい、余裕、相手。ノーよ。どこがめちゃ押さえてた。めちゃ押さえてた。OK。ハイプレスね、ハイプレスして。ハイプレス、やっぱ、相手な、ちょっとな、中狙ってんね。レアンドロ・ダビアン、これ、うざいね、ほんまに。レアンドロ・ダビアン、うざすぎんねん、ちょっと。ほら、言ってた通りになったわ。こういうのやっぱ抑えていかないと J2 リーグもっと戦っていかないといけないんだからね、こういうの大事にしないと。エースを止める、まずはエースを止めること。OK、はい、来た。GGL がすごい。GGL がすごいな。OK。なんやそれは。シュートかわいい。シュートかわいい、なんでそれ。エルシオさんが一人だけシュートかわいいって呼んでるの。みんなのこと、オーノーとか。じゃあ、なんていうの、クニーとか。あ、来た来た、シュートかわいい、シュートかわいい、来たよ、シュートだよ、シュートだよ、シュートかわいい、来た、どーシュートかわいい、シュートかわいいの話してたら、シュートかわいい、えぐいて、シュートかわいい、何今のやばくない。エリショーさんがね、一人だけね、フルネームで呼ぶんよ、シュートかわいいって。その話したかったんやけど。やばすぎちゃう、今の。来たよ、はい、来た、大丈夫。相手な、もう全員が攻撃の選手から言うぐらい、これ止めな。あ、押したよ、余裕で押したよ、余裕で押したよ、完全に余裕で押したよ、はい。はい、ダメよ、レアンドロ・ダミアン、ミト、こ、中、こんな、この人は止めなあかんって今思ったけど、レアンドロ・ダミアンは止めなあかんと思ったけど、全員そのレベルやったわ、相手。でもこっちは真ん中にいるのに前、高平選手から可愛いから横山来た、またトラップしっかり。来た来た、やばい。OK。はい。やばい。危ねえ。OK。もうここでパス出すと思いかけてするよね。家永選手を翻弄してる。あの、サッカー界のオベリスク巨神兵と言われてる。家永選手をもう圧倒してた、今。ある。オーケー、ナイス、国友。ワンハンドで相手を抑えるね、家永選手。皆さんも知ってると思うけど、ワンハンドで、すると、危ねえ。マイボー。なんでですか?そういえば、そう、家永選手の方来た。そういえば、家永選手は、あれ、危ない。俺、これは危ないよ。OK。そういえばね、家永選手は、
なんかワンハンドで相手を抑えるの、こうやってこうやって抑えんねんか。それすごくね。あれワンハンドで抑えんねんけど、俺あれのことをゴッドハンドクラッシャーって呼んでんねん。うん、あれやるたびにゴッドハンドクラッシャーって言うねん俺はな。あれそれってな、あの遊戯王であの会話制度が使ってたオベリスクの巨神兵の技やねんな。ゴッドハンドクラッシャーって言ってこれでチョンって決めるよな。んではいドン、うん無理やな。でここ一回浜に置いて、浜に置いてチョンで逆にサイドに展開。この展開も大事やねん。次の試合展開も大事になってくる。次の試合展開までやってる。展開してこのシュート可愛が来た。はいでチョンでドンでチョンでドンでチョンでドン、これ一番いい。はい来た、はい来たドン、はい来たドン。歩む18歳、うんね、あの国友の髪型ダサい、うん M 字バンク、 M 字バンクで検索してください。はいドン、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 危ない危ない始まってる。興奮したよ。はい来た、はいはい、ここで富山にドン、はいドン、富山ドン、富山ドンの富山ドン、はい富山もう一回もらって、富山縦ドン、縦ドン、山根さん日本代表、山根さんほんほんろ、そして富山ドン、富山ドン、オーバーヘッド18歳、18歳オーバーヘッド始まりました。オーバーヘッド、おすごい試合の傷、危ない危ない危ない、 OK よ、いけるよ、待てこれ、けど、うぅ下川か今、ナイスデンス。それやっぱ試合ではね、もう球際球際バチバチいかないとね、勝てない。うん交代、交代します。田中パルディッチで、能力は上げさせてもらいます。そして小手やな、うんちょっとシュート可愛いも点決めたし、ええやで、これで、うん、そうそうそう、勝てる勝てる、うん、これでもバッチリ、最後も締めは任しておいてくださいという話です。それでね、男村山の、ゴールキックで小手が競り勝つ。富山が疲れてる、富山が疲れてるよ。でも これ危ない、これ危ない、ほんま。うわー、おー男橋打ち、あのゲーフラがちょっとあの面白いよ、橋くん。はい、でここであの真ん中やのに前に、真ん中やのに前選手からのパスもらって、ここで突破からの国友、国友が来て、ここで来た、ここで来た、ここで来た、坂野引きなんでドン、はい、やっぱり点決めるエースは。うんうん、相手が切りましたわ。はいはいはい、切ったよ、うん余裕で俺の勝ち、ありがとう。ということで試合もこんな感じでやりたいね。 J1 リーグ無敗の川崎フロンターレを、フロンターレに勝つことによって、この J2 リーグを余裕を持って戦うんじゃないかと思います。やっぱりね、球際バチバチいくこと、あと奪ったボールを大事にすることやね、うん、あとはね、どんどん前に出ること、今これのこの試合で分かったと思うんですけど、どんどん前に、これ大事やなと思います。で、こういうフロンターレに勝ったことによって山田の選手みんな自信つけたと思うんで、このまま次の試合も次の試合絶対勝ちたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。ということで、バッチリ準備はバッチリです。試合頑張ります。メンバー入ったらね、キズマークちゃうで言うて、キズマークちゃうで言うて、これ試合中になったやつやで、キズやで言うてね。ありがとうございました。